どうもよろしくお願いします。タイムマシーン3号です。よろしくお願いいたします。タイムマシーン3号山本と秋元康。いい加減にしろよ。あ、でもたくさん入っていただいてますね、お客さんね。うん、端から、うん、べっぴんさん。いや、そういうのやんなくていいから。べっぴんさん、いや、いいから一つ飛ばして。飛ばすなよ。センター勝手に決めんなよ。バカじゃねえの秋元先生。何やってんの。めちゃめちゃ怒ってんじゃん。勝手に決められてさ。卒業やめとけよ。勝手に飛ばすんじゃないよ、変な方向に。いや、お前のこと嫌いになってるよ絶対に。 AKB のことは嫌いでも、うん、秋元のことは嫌いにならない。めちゃめちゃ嫌なやつじゃんこいつ。自分勝手なやつだな。モノマネをします。いや、モノマネやってるから、すでにモノマネ中のモノマネってわけわかんねえだろうがよ。ウグイス。いや、ウグイスなんか今更やんなくていいから。何、総選挙くだらねえんだよ。何なんだお前マジで。ねえ、悟空。いや、孫悟空なんかモノマネ早いの似てねえから。なん、はー、いや、フォーチュンクッキーすんなよ。超つまんねえんだけど。何なの先生、すげえつまんねえんだけど。ねえ、よく耐えれるね。メンタルすごいね。笑いが来るまで。いや、来てねえじゃん言っても全然。何、ほんでどうしたのよ今日は。新しいグループを考えてきました。もういらないだろグループ、いっぱいあるんだからさ。 RGK48。 RGK48 どこ。両国。いや、流行んないと思うよ両国48って。みんなー、今日はここ、うん、両国円形劇場に集まってくれてありがとう。土俵だよそれ。両国円形劇場は土俵。みんな大好きキムショーだよ。誰キムショーってよ。木村翔之介だよ。教授だよそれ。何代目かの教授だよ。で、塩投げんな人に。バカおい、なあ、塩太陽意味が違うんだよ。塩太陽の、あら、辛口の太陽って意味なんだよ。よし、それじゃあ自己紹介します。自己紹介ね。はい、軍配片手でニッコニコ、土俵は恋の落とし穴、ドス恋初恋みんな恋、愛が歪んで可愛がり、みんなのハートをわしづかみ。仏壇返しに上手な。投げんだよ。仏壇返しは本当に相撲の技か。はい、幻の幻の、知らないけれども相手の体重を利用した仏壇返しです。随分詳しいな随分。はい、はい、じゃないんだよ。それでは聞いてください。張りたかった、投げたかった、押したかった、イエス。どんな曲なんだよ力士。いや、うるせんだよ。なんだ力士ってよ。上から白鵬。怖いよ白鵬が打ってきたら。フライオゲット。ただの揚げ物好きじゃねえかよ。なんだそれ。文句があるなら卒業。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。